雷管2種。左は薬莢にはめ込まれた拳銃弾用。右は三弾用。拳銃弾用は発射した際に激震が打ち込まれた跡が残っている。重要雷管は実行の部品の一つである。プライマーは実行の薬莢底部に位置し、激震で衝撃を加えられることで発火して、ガンパウダーに着火して弾丸を発射させる。これとは別にパーカッションキャップを用いた。 前奏式銃は、雷冠式あるいは神田式と呼ぶ。詳細は、パーカッションロック式を参照。重要雷冠の表と裏側の図。上段が、ライフル用。下段が拳銃用で、左端のものは、発火済みのものである。右端は、雷冠の裏側であり、放射性物質マークに似た外観を持つ、発火菌が確認できる。1830年頃に発明された、重要雷冠は、 どんな条件の中でも確実に実砲の発射薬を着火させ、銃弾を発射することを可能にした。この発明以前にはマッチロック式や火打ち石を使ったホイールロック式、フリントロック式などが使用されていたが、これらの銃は湿気による不発が多く、銃が雨などで濡れると発射できなくなることも多かった。重要来感は真鍮や銅でできた。 小さな筒や皿のような形をしていて、中には数ミリグラムの衝撃に敏感な起爆薬を詰めている。初期には雷酸水銀やアジカリ、トリシネートを使用していたが、水銀や鉛の害が問題になり、近年ではジアゾジニトルフェノールが使用されるようになってきている。一般的に利用されている薬莢には発射薬に着火するための雷管の位置や種類によってバリエーションがある。 中心打式とも呼ぶ、金属薬莢の底部中心位置に雷管を挿入し、これを叩いて発火させる方式が、センターファイヤー方式である。センターファイヤー方式の薬莢には、挿入される雷管のタイプによって、ベルダン式とボクサー式の2種類が存在し、欧州大陸の軍では、ベルダン式が、英米系の軍では、ボクサー式が使われており、日本では、旧軍が、ベルダン式、自衛隊が、 ボクサー式を使用している。ベルダン型、編集、ベルダン型の一例激震の衝撃を受け止め、起爆薬を発火させる、発火菌が内蔵されておらず、薬莢側の突起として一体になった部分を、発火菌とする形式。この部分は撃発の際に変形することがあるため、この雷管を使う薬莢はリロードはできない。アメリカで考案され、ヨーロッパで主流となった。 日本でも38式不標銃の6.550弾などの国用弾にベルダン型の採用例が存在する。ボクサー型、編集、ボクサー型の一例発火菌が内蔵されている、来館の形式、来館を交換すれば発火菌も交換することになるため、リロードに向いている。ヨーロッパで考案され、リロードが一般的だったアメリカで主流となった。日本においては、 雷管本体と発火菌が別体となった村田重要の村田一号雷管が発売され、その後に発火菌一体型のハヤブサ雷管や小玉雷管等に移行していったベルダン型やボクサー型等、現代で最も一般的なセンターファイア式雷管登場以前に存在した形式、実行底部から薬莢縁側に向けてピンが飛び出しており、 オープンハンマーがピンを叩くことで発火する。側面に小さなピンが突出した形状の全金属薬鏡であるピンファイヤー式を用いる重機が欧州から世界中に広く輸出されたため、日本にも多数現存している。ピンファイヤー式は最初の実用金属薬鏡となったが、発火薬をつくピンが露出しているため暴発の危険が高く、 より安全に傾向できる後発の薬莢が出現すると急速に衰退したフリントロック式からリムファイヤーセンターファイヤー式へ移行していく過渡期に考案されたもので現在では全く利用されていないリムファイヤー型とセンターファイヤー型の発火動作の違い演出式とも呼ぶ薬莢のリム内部に発火薬が仕込まれリムを叩くことで発火するもので薬莢のプレス機械による 大量製造が確立した時期に最初に登場した形式、安価に製造できる反面、リム内部に均等に発火薬を詰めることが難しいため、先端ファイアに比較して不発が発生しやすいことや、構造上プライベーターでは、大幹部の再生が困難で、リロードを行うことが非常に難しいことから、22LR 等の連価で大量製造される実法に多く用いられている。 雷管の火薬は厳密には爆薬に分類されるものであり、燃焼ではなく爆号が発生するものである。少量であっても発火圧力が非常に大きいため雷管のみを焼却処分する場合には火薬の処分よりも最新の注意を払う必要がある。重要雷管は主に黒色火薬の時代に設計されたものと無煙火薬の時代に設計されたものに大別でき、 両者で火薬の素性が若干異なる。使用火薬と雷管の組み合わせにより、発射所速にも若干の差異が生じるため、黒色火薬でリロードを行う場合には可能であれば、黒色火薬向けに特化したブランドの雷管を使用することが望ましい。また、重要雷管の品質は、各国の製造技術により大きな差異が存在する。急共産圏の雷管や、 発展途上国などからの払い下げ軍用実報の雷管は低品質で発火感度が低いため激鉄バネの圧力が低い銃で使用すると発火不良を起こす可能性がある。逆に、旧共産権の銃器は品質の低い雷管を確実に発火する必要があるため民生品でも西側諸国の銃器より激鉄バネが強力に作られているものが多い。基本的に実報側には どんなに激鉄バネが弱い銃でも確実に発火することが求められ、銃側にはどんなに低品質な雷管でも確実に発火することが求められる。そのため、特に西側諸国の軍用品では重要雷管、銃本体にも厳しい品質規格が定められている。これに対して民間品では軍用品ほど厳しい品質規格がなく、銃と雷管の組み合わせによっては、 激鉄バネとカン品質のミスマッチにより、発火不良やカン突破などのトラブルが発生する可能性が大きくなる。そこで、リロードの際には、カンの発火後をよく確認し、特にカン突破が発生している場合には、銃の機関部調整やカンブランドの変更などの対策を行うことが望ましい。なお、ガス圧作動方式の項に詳しいが、西側諸国と、 旧共三権諸国の来館品質の差は製造技術だけでなく来館に用いられる火薬に対する考え方の差も大きな要因である。西側諸国の場合には銃の寿命と動作の安定性を確保する方向性を施行した。そのため重要来館について恐怖色性のガスを発生させガス圧作動方式の銃において動作不良と火器のガスピストン寿命の低下の大きな 一因となる雷山水銀の使用は嫌われ、1960年代までには、ほぼ全て低腐食性のものに置き換えられた。他方、旧共産権諸国では、名手の旧ソ連量をはじめとした、零下数十度の低温のような厳しい環境下であっても、確実に雷管を発火させることが重視されたため、雷山水銀を用いる方式の重要雷管が使われ続けられた。その代わりに、 銃内部の各部品にはクロムメッキが施され、重主要部はブロック構造として簡易交換が可能な構造を採用することで腐食ガスへの対応を行ったのである。ありがとうございます。